バンコク郊外で他未来の生き方をしている。で、ここに関しても、ちょっと話をしようと思っていて、最近だと、例えばコロナの影響とかでリモートワークみたいな、在宅ワーク、テレワークみたいな、まあ、そういうことが結構当たり前になってきたじゃないですか。で、僕自身このテレワークみたいなものっていうのは、すでに5年間ぐらいからずっとやっていて、で、その際に、まあ、今はもう日本から離れてタイに住んでるんですけど、じゃあ、どんな感じの生活をしているかっていうのを話そうと思います。で、ポイントとしては2つあって、でまず1つ目、リモートワークなんで中心地に行く必要はないっていうのと、2つ目っていうのが、お手伝いさんを雇って生活の質をアップさせていまして、この2点をちょっと話そうと思っていて、まあ、多分今後こういった生き方をする人結構増えると思うんですね。で、まず1つ目に関して、まあ、最近だともう気づいてる方も多いかもしれないんですけど、アメリカとかでも結構こういう動きも始まってるらしくて、まあ、中心地家賃高いじゃないですか。日本で言ったら東京とか大阪とか、あとまあ京都。あと、まあ、まあ、日本で言ったらほぼ東京ですよね。で東京で、それでリモートワークできるようになったら、別にじゃあずっと東京にいる必要あるかって言ったら、まあ、基本ないですよね。まあ、それと一緒で、まあ、僕自身はもうずっと中心地とかに基本そんな住んでないんですね。で、今とかも、ここの今家っていうのが、リビングと、ゲーム部屋と寝室みたいな。まあ、その中には結構広いんですけど、これでも家賃10万とかで、まあ、仮に中心地行ってしまったら、家賃10万払ったとしても、まあ、下手したらもうワンルームとかになっちゃうんですね。バンコクって結構家賃高いんで。で、あとプラスアルファで、このルームツアーの動画見ていただけたら分かると思うんですけど、僕が住んでる家って、まあ、プールとジムもついていて、あとは、コワーキングスペースみたいな作業スペースもついてるんですね。だから、ここのマンション、ここのコンドミニアムに住んでる人っていうのは、結構そのリモートワーク型の人が多くて、で、僕も作業スペース結構使ったりもするんですけど、そこ行ったりすると、なんかリモートでなんか、まあ、ミーティングしてる人とか、あとリモートで、なんていうか、英語のなんか教師みたいな、まあ、そういうのやってる人とかもいます。そんな感じで、まあ、この動画見てる方でも多分、もしかしたら在宅ワーク中心の人っていうのは、まあ、引っ越しもそろそろ検討しつつあると思うんですよね。まあ、それで、まあ、僕自身やっぱりその今郊外に住んでいて、まあ、すごい満足しているし、まあ、人混みもすごい少なくて、結構ストレスも下がります。まあ、ただ、中心地から郊外に移ってくると、一つだけ問題点があって、まあ、これ日本でも大体同じかもしれないんですけど、タイの場合とかだと特にそうで、田舎の方に行ってしまうと、食べ物がどうしてもあんまり美味しくなくなるんですね。どういうことかっていうと、中心地っていうのは、やっぱりその外国人の下にある食事がいっぱい用意されている。そこがすごいメリットで、まあ、だからその外国人って、タイのバンコクの中心部に結構住んでいるんですけど、まあ、結構離れちゃったわけですね。でそれどうしようかなと思った時に、それ以外とポイントの二つ目ですね。お手伝いさんを雇って生活の質をアップさせる。で、これ言葉の通りなんですけど、僕自身、週3回お手伝いさんを雇っています。で、何を依頼するかっていうと、部屋の掃除もまあちょっとお願いしてるんですけど、メインでは買い物をお願いしてるんですね。で、そのお手伝いさん中心地に住んでるんですよ。で、英語も少し話せます。それで、中心地の、まあ、結構その美味しいデパート、スーパーマーケットあるんですね。で、そこで、LINE でこれ買ってきてくださいみたいな感じでメッセージを送ると、月曜日と水曜日と金曜日に、新鮮な食べ物を届けてくれる。まあ、そんな感じで、まあ、僕自身この家に住んでいて、すぐ近くにスーパーあるんですけど、まあ、ただそこに買い物に行くと、まあ、多分時間にするとまだね、30分がかかるんですね。家からこう、そこまで行って、買い物して家に帰ってくる。まあ、30分がかかるんですか。30分で、例えばそのお手伝いさんにその買い物を助けてのが一致すると、僕は1回出たり言うと1200円か1300円。まあ、正確に言うと400バーツなんですけど、まあ、それぐらいのお金をお手伝いさんに払ってるんですね。で、要するにどういうことかっていうと、僕が買い物行ったら自分の30分失うじゃないですか。でも、外注して1300円っていうのを払えば、そしたらそこの時間ゼロにできるじゃないですか。で、ゼロできたらその時間に僕は仕事をすれば、それ以上にお金を稼ぐことができるので、まあ、これってまあ結構合理的だなと思っていて、かつ、お手伝いさんにもそういった雇用を生み出すみたいな。僕別になんかお手伝いさんをこう搾取するっていう人も一切なくて、普通にその、なんていうんですか、賃金とかめちゃくちゃ渡してますし、まあ、そんな感じで、まあ、普通郊外に住んだら、まあ、食べ物の質が下がっちゃうんですけど、まあ、ただお手伝いさんを雇うことによって、中心地の美味しいもの、中心地のいい場所っていうのを取りながら、家賃をガツッと下げるみたいな。まあ、こういった生き方をする人も結構今後増えるんじゃないかなと思っていて、まあ、僕自身、まあ、最近この生活に行き着いて、めちゃくちゃ満足してますよって話です。はい、という感じで、今回のルームツアー紹介、これで終わりにしようと思うんですけど、最後に、この動画で、ね、お伝えしたかったことですね、まあ、ルームツアーって感じでやったら、まあ、ちょっとキャッチーだし、まあ、再生数上がるかなって思ったのがまず一つなんですけど、まあ、それだけじゃなくて、生き方、今後の生き方を少し考え直す機会にしていただけたらなっていうのも少しあって、どういうことかっていうと、僕自身海外移住したんですけど、まあ、移住した理由よく聞かれるんですよ。で、本当にもう心の底から事実を言うと、僕が日本を出た理由っていうのが、花粉と、冬なんですね。花粉症が辛い。あと冬が辛い。この二つが辛いから、だから僕は東南アジアに住んでるんですね。でもこれぐらいの理由で別に今って全然移住できる時代ですし、もちろん海外移住するってなったらそれなりに手続きとか、まあお金かかったりもするんですけど、僕は最初お金なかったんで現地就職っていう方法を使ったんですね。で、今でも現地就職の窓口っていくらでもありますし、各国に就職先ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、場合によっては未経験で雇ってくれる会社もいっぱいあるんですね。まあそういった感じで、別に日本だけに住む必要もないと思っていて、もっと海外に出てきたらもっと面白い暮らしもあるし、ビジネス的なチャンスっていうのもタイだけ見ていてもめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。僕結構マレーシアも行くんですけど、マレーシアのビジネスチャンスめちゃくちゃあります。まあそういった感じなので、なんていうんですかね、改めてその自分の生き方を考えるというか、果たして自分は、まあ、例えば東京に住んでる方だったら、なんでじゃあずっと東京にいるんだろうみたいな、果たしてここにずっといる必要あるのかなみたいな、もしくはどっか行きたい国とかあるんだったら、じゃあそこに住んでみようかなみたいな、もう本当そういうふうにシンプルに考えていく。で、考えていくと結構方法もあったりするので、まあ、そういうふうに実行していくのも結構おすすめですよという話です。